域で進み、スマートフォンをですね、音楽聴けますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。で、あと3番目のですね、スマート化への対応ということで、こちらの特集仕様のベスト形式、ちょうど見ている右側の方がベスト形式なんですけれども、こちらの特集の特集仕様の農業用、小物資材から大型トラックははなお、メーカーは一度に集結し、新型機械の展示や生産コストを抑える機械資材の補強や、最新技術を集めましたスマート農業コーナーも。